はーい、こっからはこの大船に乗り換えや。はよ乗り移らんと置いてかれても知らへんよ。およ、どないしたん？助けてくれてありがとうございました。でも、あなたは一体？なんよ、そっちの悪人から聞いてへんかったんか？誰が悪人だ。極を忘れてんだろ。ちゃんと極めさせる。なぜ極悪人なことを誇らしげに言うのよ。うちはユナ、ユナアゼッタや。よろしゅう。ビシャスとはまあ協力関係みたいなもんや。城から逃げるん手伝えって急に言われてな。脱出経路をいろいろ調べてここで山張ってたっちゅうわけや。もしかしてビシャスが言ってた情報をくれる人っていうのが？うちのことやな。ま、情報屋は副業みたいなもんやけど、うちの本業はジャーナリストやさかい。ジャーナリスト？正しい情報を正しく発信するお仕事のことや。ゴッシーやろ？何？ゴッドシー。略してゴッシー。ゴーゴーシーって意味や。結構有名な言葉なんやけどな。そうなの？初めて聞いたけど。嘘やからな。嘘なの？言いつけろよ。その女すっげえ嘘つきだから。嘘つきとは心外やわ。うちは嘘を嘘としてコミュニケーションに使っとるだけ。嘘とわかる嘘はフィクション言うんやで。よう覚えときや。よくわからないけど嘘つきじゃないってことだね。よろしくユナ。俺はカナタ、こっちはミゼラで彼がイージス。カナタ、ほなら、カナボンやな。よろしゅう。船旅言うても、水辺の魔物は襲ってきはるみたいやし、お互い気ぃつけていこな。イージス。なんや、さっきから辛気臭い顔してはるな。お腹でも痛いんか？違うんだ、ユナ。イージスは。知っとる。大体はビシャスに聞いたさかいに。ま、辛いんはしゃあないわ。でも、最低の最低なとこにはまだ落ちてへんのやないの？だってあんた、仲間がおるやないの。あんたには、心配してくれる仲間がいてはる。それだけで今は十分や思ったき。仲間などではない。誰がトカビトなんかと。イージス。あんたも決体な性格みたいやね。ねえ、ユナ。なんや、お嬢。お嬢？ユナの喋り方、その。変や言いたいんやろ。よう言われるわ。違うの。かわいいなって。ほんまに？おおきに。この喋り方はな、かつて東の方にあった小さな島国の、そのまたごく一部で使われてた、方言いう言葉や。うちはその島国の最後の末裔やさかい。そうなんだ。そうない悲しい顔されたらあかなんわ。嘘やのに。嘘だったんだ。イントネーションが独特でおもろいやろ？せやから練習して使えるようにしたんや。まあ勉強途中で飽きてもうたから、間違ってるとこもぎょうさんあるんやけどな。そこはオリジナリティでカバーや。そんなに頑張るくらい好きだったんだね、その言葉。好きは半分やな。もう半分は便利やから。男はな、こういうはんなりした喋り方に弱いんや。この喋り方でちょっと甘えたると、言わんでええことまで喋ってくれはる。ジャーナリストにとって、情報は命やからな。えらい助けてもらってるわ。男の人はやっぱり、可愛いって思うんだね、その喋り方。なんか、いいな。
こんなんに頼らんでも、お嬢は十分可愛いやん。可愛くないよ、全然。照れてはるん？可愛いな。照れてない。お嬢。ありだね。目覚めんな。俺は、こんなところで何をやっているんだ。レベッカ様を失い、王に見限られ、トカ人に落ちてな。なぜ生き恥をさらす？生き恥なんかじゃないよ。だってイージスは何も間違ってないじゃないか。うるさい。トカ人が偉そうに語るな。ああ、わかっているさ。俺だって同じトカ人だ。執行されて消えるべき。許されざるものだ。なのに、なぜ生きている？俺は何をしているんだ？こりゃ重傷だな。むしろ助けない方が良かったんじゃね？そんなことないよ、人。着いたわ。ここが妖豪の森の最深部や。大きな湖の他には何もないね。本当にここに罪の国があるのかな？何もねえってことは、多分当たりだ。どういうこと？場所は分かっても見つけられないって言ったんだろ、国王は。そりゃそうだよな。考えてみりゃ当然なこった。罪の国に、トガ人以外が入れるわけがねえ。カナタ、手を挙げてみ。え？こう？さあ、来い。てめえらのお仲間の、トガ人がここにいるぞ！え？これは？刻印が、光った。あ、何？現れたみてえだな。あの島が、罪の国なんだろうぜ。罪の国、実在したのか。でもなんで突然現れたの？一体どこから？現れたってより元からあったのが見えたって感じじゃねえ。罪の刻印を鍵として結界かなんかが解けたんだろう、多分な。トガ人が鍵やったんやな。調べてもわからへんはずや。だからって嘘情報ばっかつかませやがって。ジャーナリストが聞いて呆れるな。せやからお詫びに船出してあげたやろ。それで貸し借りはなしや。待って、船が近づいてきたよ。誰が乗ってる？いや、来てやったぜ。まさかここまで来て帰れなんて言わねえよな。刻印はあるな。よかろう、船に乗れ。ただしその女はダメだ。せやろな。うちはトガ人ちゃうし、乗られへんのはしゃあないわ。せやけど、一個だけ聞いてええか？この罪の国に、ゲニッツいう男はいてはる？それを聞いてどうするつもりだ？別に、ただ知りたいだけや。それを知るために、うちはビシャスに協力してたんやからな。ゲニッツ、その男はこの国にはいない。名を聞いたこともない。さよか。おおきに、それだけ教えてくれはったなら、もう十分や。ほな、うちはここでお別れやな。さいなら、ビシャス。また縁があったら、そん時はよろしゅう。カナボンとお嬢も、元気に頑張りや。うん。ありがとう、ユナ。さようなら。ほな、さいなら、トガ人さんたち。大変やろうけど、気張っていきや。